プレデターには1990年に公開された SF アクション映画、プレデターの続編、配給は20世紀フォックス。1997年のロサンゼルスが舞台。突如地球に現れた宇宙のカリュドプレデターと、その狩りに巻き込まれた警察や、麻薬密売組織の繰り広げる死闘を描く。本作の舞台は、前作のジャングルから、市街地へ移った。 前作では最後まで謎に包まれていたプレデターの習性が描写されキャラクター性が付与されている。映画版とほぼ同じ内容のコミック版が1991年にダークホースコミック社から出版されている。1997年気温が摂氏40度を超える異常気象が続く近未来のロサンゼルスで LHK とコロンビアの麻薬シンジケートとの激しい抗争が行われていた。 銃撃戦の現場に駆けつけたハリガン警部補は同僚たちの援護を受けながら突進し、路上のギャングたちを撃ち倒す。ハリガンは本部長からの待機命令を無視してアジトに突入するが、そこにはすでに残殺されたギャング団の無数の死体があった。ハリガンは一人残ったギャング団のリーダーを屋上へ追い詰めるが、ハリガンではない何者かに怯える。彼は武器を捨てず、 ハリガンの遮断を受けて、転落死する。コロンビア人と敵対シブール卿を侵攻する、ジャマイカ団が介入したのかとも疑われたが、武器を持った大勢のギャングが短時間で残殺され、9 0ラムの巨体が、ロープもはしごもなしに10メートル上に釣り上げられており、現場から逃げ延びた姿も目撃されていないなど、とても人間業とは思えない、異常な現場であった。 署に戻ったハリガンは連邦政府から来た麻薬捜査官のキースに半ば強引に事件捜査の引き継ぎを命じられる。そんな中、コロンビア系麻薬ディーラーの自宅に押し入り、彼を殺害したジャマイカ団のメンバーたちがその場でコロンビアギャング団と同じように何者かの襲撃を受けて斬殺される。現場に侵入したハリガンはキースから首を突っ込むなと威圧されるが、この事件は コロンビア人たちが殺された剣と同じ怪物の仕業であることや、キース率いる捜査チームが麻薬捜査官ではないことを悟る。その夜、独断で現場検証をしようとしたハリガンだったが、待ち合わせて先に来た相棒のダニーが怪物の犠牲となってしまう。ダニーを死なせた責任により、勝手な捜査をしないこととキースの邪魔をしないことを改めて命令されるハリガンだったが、 ダニーのあだを取るべく部下のレオナとランバートと共に独自の操作を開始する。犠牲となった死体のいくつかは頭蓋骨から背骨にかけてが綺麗に抜かれていたり、ダニーが現場で見つけていた狂気らしきものは地球上にはない素材で作られていた。また、共同戦線を張ろうとハリガンがコンタクトを取ったジャマイカ団のボス、キングウィリーも面会に来たハリガンが去った直後に、 怪物の餌食となった。怪物を大きい人たちが目撃された、食肉処理場に向かおうとレオナとランバートは地下鉄に乗るが、その列車もまたその怪物に襲撃される。乗客を逃がすため怪物に勝負を挑むランバートだが、あえなく犠牲となり、非常停車した列車から乗客を降ろした後現場に引き返したレオナも捕まってしまう。現場に駆けつけたハリガンだが、 特定の少人数のみを狙って殺していた今までの現場と違い、一般の乗客も大勢殺される、生産な大虐殺現場となっていた。また無事に解放されていたレオナは、救急隊員が検査したところを妊娠していた。地下鉄では、一般の乗客の多くも護身用の銃を携帯しており、ハリガンは残殺犯が武器を持たないものと、子供は殺さない特徴を持つことを悟る。 ハリガンは地下鉄トンネルを進み、ランバートの死体から骨を抜き取る怪物を目撃する。地上へ逃れビルの屋上を伝って移動する怪物の追跡を開始するハリガンだが途中で介入してきたキースらによって捕らえられてしまう。キースはこの際だからとハリガンにすべての真相を語る。この怪物の正体であるプレデターは10年前に南米亡国のジャングルで コマンド部隊が襲撃された怪事件のモンスターと同一種族で宇宙から地球へ人間狩りに飛来した異星人だというのだ。姿が見えないのはプレデターの持つ迷彩技術でキースたちはそれらの技術を獲得するためにプレデターの池取りを目論む政府の特殊部隊だったのである。キースたちは調査の結果プレデターは赤外線しか可視することができないため 防護服を着て体温を遮断し、照明も紫外線ライトを使えば、プレデターから自分たちが見えないことを掴んでいた。さらにプレデターが食事に出入りしている、食肉処理場内には放射性のゴミを散布してあるので、これがプレデターの体に付着すれば光学名材を封じることもできる。この捕獲作戦がまさに今から実行されるところなのである。しかしこの見通しは甘かった。 通常は赤外線を可視するプレデターだがそれはゴーグルのモードの一つに過ぎず紫外線を可視する機能も持っていたのだ。キースたちの突入部隊はプレデターの逆襲に愛い全滅。救援に駆けつけたハリガンは決死の覚悟でプレデターとの対決に挑むこととなる。圧倒的な戦闘能力と強力な武装を誇るプレデターだったが、キースの部隊が散布したゴミや 戦闘によって作動したスプリンクラーから降り注いだ水の効果でプレデターの迷彩技術が機能しなくなるとハリガンは奮闘して徐々に相手を追い詰めるプレデターは自爆を図るがハリガンはプレデターのレーザーディスクを奪うとプレデターの左下腕をコンピューターガントレットごと切断する逃走するプレデターを追跡した先の地下にハリガンは謎の宇宙船を発見する そこには人間のほか、今まで駆られ体制の獲物やエイリアンの頭蓋骨がトロフィーとして飾られていた。ハリガンは宇宙船の内部でプレデターとまたしても退治すると死闘の末ついにプレデターを倒すのであった。しかしそれもつかの間、そこへ多数のプレデターが出現。死を覚悟するハリガンだったが、その中の一人が英雄よと称賛の辞を述べ1715年生の 銃を渡すと、全員ハリガンに手を出すことなく去っていった。宇宙船は地球を離脱し、毎発脱出する、ハリガン。現場に駆けつけた、キースの部下ガーバーは、あと少しだったのにと悔しがるが、プレデターが大昔から、たびたび地球に飛来していることを知った、ハリガンは、またチャンスはあるさと呟くのであった。20世紀、フォックスホームエンターテイメントジャパンの、 吹き替えの帝王シリーズ第15弾として、上記の全2種類の吹き替え版を収録した、ブルーレイディスク、プレデターに日本語吹き替え完全版コレクターズ、ブルーレイボックスが2018年12月5日に発売された。特典としてテレビ朝日版吹き替え台本一冊と、ソフト版で、ピーター・キース捜査官、テレビ朝日版で、ガーバーを演じた、大塚義忠のインタビュー集が付属している。 本作は、麻薬カルテルの犯罪が多発するカリフォルニア州、ロサンゼルス市を物体としており、ギャングと警察の銃撃、及びプレデターハンターが跋扈する最中に、市長は休暇で不在という設定になっている。前作との関連性は薄いものの、前作のシュワルツェネッカー演じるシェーファー少佐と、プレデターとの戦いが、過去にあったことが映像で語られ、同一の世界観であることが示唆されている。 なお、ダークホースコミック社から1989年から1990年に描かれたコミックと小説のプレデター、コンクリートジャングルはプレデター2が制作される前に出版されているが映画の前作プレデターの続編として描かれたものである。最初はニューヨーク市を舞台にアーノルド・シュワルツネッガーのダッチ・シェファーがプレデターと対決するという内容で描こうと計画していた。 しかし、アーノルド・シュワルツェネッガーが、続編企画の段階で映画の脚本を提示された段階で2の出演に難色を示したため、プレデターの続編企画は、停止状態になり、映画の続編企画が遅れている。その間に、ダークホースコミック社は、主人公を、ダッチから、ダッチの弟に変更して、続編という位置づけで、プレデター2が制作される前に、プレデター、 コンクリートジャングルを出版した。プレデター、コンクリートジャングルを描いたダークホースコミックの漫画家、クリス・ワーナーは映画、プレデターには、プレデター、コンクリートジャングルとプロットがほとんど同一で、少なからずとも影響が絶対にあるとインタビューで述べている。本作に登場するプレデターの宇宙船内にはエイリアンの頭骨が飾られており、後年制作された。 エイリアン VS、プレデターの監督、脚本を務めたポール WS アンダーソンは、あの船内の頭骨が重要なヒントだったと発言している。終盤、プレデターの長老が、ハリガン刑事に1715年製の初期火打ち銃、フリントロック式銃を渡すが、これは凶悪で野蛮な海賊として恐れられ、1718年に、バミューダ海域で失踪したラファエル・アドリーニが持っていた。 銃であることが判明した。このシーンをもとにダークホースコミック社から、プレデター1718というコミックと短編小説のスピンアウト作品が出版されている。終盤に出現するプレデター集団のスーツアクターとして、当時のロサンゼルスレイカーズの選手がサプライズとして登場していることがメイキング映像で語られている。劇中、麻薬売買組織。 ジャマイカブー・ドゥーダンの名が、字幕スーパーでは登場するが、DVD、BD 吹き替え版では、ジャマイカの部分がカットされている。またプレデターが、ジャマイカブー・ドゥーダンのボス・キング・ウィリーの首を刈り取った、あと、その頭部から皮と、肉、内容物を除去し、頭蓋骨を、グラインダーのような器具で磨き上げるシーンがあるが、地上波放送では、この箇所は、カットされている。序盤には、 全裸の女性が逃げ惑うシーンがあるものの、こちらは下半身に映像処理を施した形で放映された。ダニー・グローバーとゲイリー・ビジーはリーサル・ウェポン以来の共演である。ありがとうございます。